こんにちは、ライトウェーバーです。このところね、9月に入ってからずっと雨が週末続いてますので、ちょっとね、時間を見つけてワークマンに行ってきました。というのも、ワークマンのアンバサダーの方々が秋冬物のね、紹介を始めてて、それを YouTube にアップしてるので、ちょっとね、いいなと思うような商品もあったので、入荷状況を見に行くっていう感じでしたね。で、実際に行ってみたんですけども、まあまだ入り始めたところで、実際には店頭に並びをしてなかったです。まだ夏物の在庫処分とかそういうのをやってる段階でしたね。ただその中でですね、8月発売された、商品が並んでたので、それを購入してきました。こちらがですね、こちらよいしょ、防水シューズですね。フィールドコアの、フロストハイクっていう防水シューズです。ここにあるように、4センチまで、水深4センチまで、このぐらいまでですかね、防水しているっていう。まあ雨の多い、今年はね、雨が多いので、ちょっといいかなと思って購入しました。実はね、この4センチまで防水っていうのは、今までも持ってたんですけど、それがですね、安全靴のそのハーフブーツタイプだったんですよね。これ。これだとね、やっぱりね、わかりますかね、テッカテカ光ってて、なんかすごい安っぽいのと、あとハーフブーツなんで、履くのがめんどくさいんですよね。なのに、ハーフブーツなのにやっぱり4センチまでしか防水してないっていうのは一緒なんですよ。それでまあちょっと重量もね、まあそこそこ、まああんまり変わんないかな。こちらフレストハイクってやつを購入しました。まあ後ほどね、細かく履いてみたいなと思いますけど、まあ、4センチ防水の他にですね、なんかよいしょ、わかりますかね、デオプットっていう、なんか抗菌素材の、抗菌防臭素材のインナーソールが使われています。見えないか、暗いから見えないかな。結構ね、そこ厚みがあって、このぐらいなんですよね。もうここでそこに入ってるので、結構厚みがこれぐらいまでそこあります。結構クッション性がいいのがね、安全靴との違いですね。で、甲の部分もクッションが効いてます。そしてそこはまあ安全靴と遜色のないブロックパターン、結構深めのブロックパターンです。まあハイクっていう名前がついてるぐらいですから、アウトドア用っていう感じだと思いますが、で足の甲がこのベッドで調節できるというタイプです。それではちょっとね、後で履いてみたいと思います。はい、履いてみますか。クッション性はいいですね。
この感じ。それと足のこのこのベルトなんですけど、これを引っ張ると簡単に緩むし、シュッと締めればピタッと止まるので、脱ぎ履きも楽ですね。これはなかなかいいですよ。今ね、ちょうど雨が降っているので外に出てみました。アスファルトの上の水たまりぐらいならなんともないですね。ちゃんと水も弾いてますし、なんともないですね。ここはゴムみたいな感じですけど、これはまあ多少濡れても大丈夫でしょう。中に染みてる感じはないですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。